発売のクレバでで挑めでしたさあメール紹介してみたいと思います。ラジオえー、初段の、ナオ・ミオン。<laughs> えー、私の挑んでいることはダイエットです。私の旦那様、過去前回のメールでうどん作ってくれた亭主漢白な彼。あ、これ二人揃って聞いてる人ですかね。 本当に口うるさいんです。子供を出産して、付き合っていた頃よりプラス10キロになってしまった私を、常にデブとか豚とかやってくるんです。すごいですね。何回もダイエットしてはいるのですが、あまり成功しません。でも今回は本気です。ダイエットに挑んでいるというか、旦那様に挑んでいるようなものですね。クレさん、ぜひ応援お願いします。もうデブとは痩せないぞ。とりあえず完食をやめましょう。ええー。 あの、<laughs> とりあえず、なんね、完食やめましょう。俺、ベビースターのあの、でっかい繋がってるやつわかるあれがあったらね、もう、開け、一度開けたらもうね、人、もう必ず一袋ね、いっちゃうんだよね。うん。も、ま、う、あ、ベビースター宇宙だね。<laughs> あ、来週のテーマはあの、宇宙ですから。<laughs> 来週のテーマは宇宙。宇宙。宇宙関係なんで、えー、よろしくお願いします。それから、初段のピクササ。 私が挑んでいることで言えば、資格です。これ本当、うん。今、デコアーティストの資格を取ろうとしています。この年になり、資格に目覚めました。まだまだいっぱい取りたい資格があるので、これからも挑んでいきます。一日早いですが、一目ゲットしました。初回限定です。ポスターももらって大満足。ポこれ、デコアーティストって、あのー、デコ電とかする、デコアーティストなんですかね。の資格があるってことですか デコトラじゃないですよね。<laughs> <laughs> 半端ねえ電飾あ、違う。とても綺麗な電飾ですね。<laughs> みたいな。<laughs> そんなんじゃないですよね。だって、その、なんかデコ電とかまあ、なんかいろいろこうデコレーションする資格があるとしたら、それをこう認定する人たちもそんなにこう、ね、まだ始めてから何年もしてない人たちじゃないですかね。これそうだとしたらぜひとも頑張ってほしいですね。 そのうち、だから自分で新しい資格をこう指定していくってのはどうですかねえ、めんどくさいですね。やめましょうか。<laughs> それはやめましょうね。だったらまだまだ挑んでいった方がいいと思います。じゃあこれじゃああの、えー、ラジパッド差し上げます。ありがとうございます。今日はあの、いっぱいいいメール来てるんで、まだまだメール募集してますからよろしくお願いします。えぇ、ー、クレバーのお送りするラジペディア。CM の後も2時まで続きますが、あの、もうちょっと敬語、うん,うん、うん。 挑みます <laughs> 頑張っていきたいと思います2時までよろしくお願いします朝日新聞売れてる本で紹介本屋大賞ノミネート 毒舌羊と令嬢でかの、報復絶倒ミステリー。お嬢様の目は節穴でございますか。首を、首首。五十七万部突破。謎解きはディナーの後で。後で絶賛発売中。小学館。ああ、ね。radio s e k o n o t o 優秀作をチェックしていきますけども。ええー、塚本広哉。ええー、まあ、東海岸の、音楽の中心みたいなところなんで。ええー、まあ、コトリンゴもね、バーグイク行ってますし、あのー。 多いですねやっぱりね次ですねマリちゃんこういうのをねやってるんだねうん面白いね発想がえとても期待大ですねレディオ坂本からオーディション作品の応募方法のお知らせです詳しくはレディオ坂本係まで番組のウェブサイトをチェックしてください は12時31分になりました正解のない疑問をみんなで一緒に考える番組ラジペディア火曜の夜は j ブキッケのチャレンジャーチャレンジボーイ挑めボーイことクレバがお送りしています今夜は挑んでますかという疑問をみんなと考えていますブランニュー J でお聞きの皆さんはここからこんばんはあのー、番組冒頭で言ったんですが実はあの今日あのー、LA から帰ってきましてなんかこう LA から帰ってきましてって言うと髪の毛をかき上げてしまうのは何でなるんでしょうかね <laughs> なんで花輪みたいに気取ってしまうんでしょうかあの、グラミー賞を見てきまして、えー、そんなような話もあの前半でしたんですが、うん。グラミー賞って、あの、びっくりしたんですが、僕らはえっと、10人くらい、5 ?10 人もいないかなそのぐらいの人数で行ったんですけど、もうほとんどそ、僕らぐらいしか、僕らとあと何十人ぐらいしかアジア人がいないみたいな感じでね。 これぞアメリカっていう世界にあの飛び込んできましたけれども、なかなか見れないんで、あの、貴重な経験させてもらいました。 えー、楽しかったです。そんなような話もしたんですが、まあ、あの、もうその辺の話ちょっとついていけないよって人はブログとか、あの、ツイッターの方もやってるんで、ツイッターはハッシュタグ、えー、シャープ、ラジペディアをつけて呟いてください。そうすれば、あの、もしかするとね、あの、その辺のこと呟いてる人がいるかもしれないんで、その辺の情報もゲットしてもらえたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。そして本日はですね、なるべくあの、敬語で話していこうという。まあ、つまりあの、普段、いつもあの、キャラクターで、 ちょっとあの、お下劣なこととかを言ったりしてきましたけども、普通でいいっていことで、ものすごくあの気が楽な番組になっています、今日は。えー、<laughs> 迷路紹介してみたいと思います。初段の夏。目指せ。会社初の女店長。私はある寿司屋で働いています。ほう。もちろん、板場。これ板場でいいんですかね板場に立っています。 よくお客様に、女の子が握ってるなんて珍しいね、と言われます。確かにあんまいないですね。あんまいないですよね。職人さんと言ったら、いや、あの、ほら、あんまっていう言葉とく、私あんまり使わないので、ちょっと、戸惑ってしまいました。確かにあんまいないですよね。職人さんと言ったら、おじさんとか、ある程度の年齢の男性。その普通を打ち破れ !20 代の女性店長まずは主任明日は主任試験クレバさんのニューシングル、二度目の発売日 いい結果が期待できそうです。いいですね。この、二十、目指せ、二十代の女性店長の前に、まずは主任。ここ最高ですね。これね、目標に到達するには、その、こう、な、身の丈に合った、あの、目標設定っていうのはものすごく大事なんですよね。ねあと、まあ、二度目聞いて頑張ってほしいってことで、 ということで、ラジペリアを。ラジペリア <laughs>、ラジパッドプレゼントして <laughs> ラジペリアからラジ、めんどくせえな、もう。<laughs> ああ、めんどくせえ。えー、ルーキーの、お花星人。私にとって挑むといえばライブです。ライブの種類にもよるけど、クルさんのライブにはいつも挑み、挑みたくなります。思いっきりライブを楽しむ。そうすれば会場全体に気持ちが繋がっていって、最高のライブをみんなで作ることができる。 初めてクレさんのライブに参加した時、会場全体の一体感をすごく感じて感動しました。それ以来クレバーのライブに参加する前は挑む。まさにそんな気持ちになります。シングル挑め。挑めリミックスも好きです。3人で活動していた時についてはほとんど知りませんが、ソロでスキルアップしてたまに結束して高め合うっていいですね、と。ありがとうございます。そうなんです。今日は、えー、挑め開けて本日2月16日発売ということで、 え、ポニーキャニオンの社員さんが大勢駆けつけてくれる、盛り上がってる中、メガネちゃん若干緊張してる中、えー、お送りしております。ということで、メガネちゃん一緒です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えー、続いてはですね。はい。えっと、85歳になっても挑み続けているという発明王の方のお話をちょっと伺いたいと思うんですけれども。素晴らしいですね。はい。えっ、ー、と、こちらはですね、えっ、ー、と、東京都にお住まいの永田栄吉さんという方で、はい。 梅屋敷っていう、あの、駅のところに住んでることから。梅屋敷はい。鎌田の一個手前で、う品川の方なんですけど。あ、あるんですね。本当にはい。梅屋敷のエジソンという意味を取ってる方。わで、えー、数々の発明をしてきたんですけれども、2>, うん、2年前に、卵の殻座っていうあの白いところ、うん、<れ>大っ嫌ないなんです、それあれ。<laughs> じゃ、クレバさん、これ、スプーン。 <あ>取り除くスプーン。いいですね。あの、クローバーの形をしてるの、るクローバースプーンって書いてるんですけど,ど、クローバーの形してるその切り込みの部分に引っ掛けて取る。はい、て取るこれはいいやクローバースプーンが大ブレイクしたということで、まあ、現在も日々発明を続けてるということなんですが、素晴らしい。はい。この大ヒットを生むまでにですね、えー、どんな発明に挑んできたのか、うん、そして永田駅さんはなぜ、 挑み続けるのかというありがたいお話を伺ってきました。うん、今までどれぐらいの発明品を二十点ぐらいです。そこで成功したのはどれぐらいですか。一点です。<laughs> <laughs> クローバスプンだけ。ですよええ、他にはどんな発明？他にはね、ねえー、空中ハいタタキなんて面白いのもあるんですけども。空中ハイタタキ。ええ あのデパートの地下の食品売り場行きますとガラスケースにみんな入ってますね、えー、食品が、はいえー、あの中に灰が1匹いたんですよ <laughs> えー、えー、それをう女手員の人が苦労してみんな取ってたわけですよ、はいえー、これを一発で取る方法はないかなと思って考えたんですよ、えー、それあるんですかええー、それはあります、えー、今お見せしましまょう、はい、あー 先がこう割れてパンっていう,う手のひらで叩いて灰を落とすのとそっくり真似したわけですよへえあやっぱりあの普通の灰叩きだとこう叩けないんですよね普通の灰叩きでは結局できないでしょ<ー>あの中でできるようにと考えたんですででもこれ灰、ね、逃げちゃいませんかそうですよですからね <laughs> ですから失敗作なっちゃうんですよ <laughs> 次にお見せするのはね<ー>うんハウスダストチェッカーって言いましてね、はい、家の中のゴミをねチェックしようとへえ<ー>これも発表した時はね、はい、みんなに笑われたんですよ、はい、チェックしてどうなるものかうんいいですかこうやってね、はい、箱を振って覗くと見てくださいああ本当だ。なんかチリが積もってますねこれが見えるですよね<ー>だけども見えたからってどう どうっていうことはないんですよね。はい、で、クロマスーンでもね、10年かかったわけですよ。ええ、発見、発見っていうか、評判が良くなるまで。で、はい、他のもんでも、これから10年でもね、うん、やって。いきたいんですけど、年が年ですからね。えー、でもえ、<今>もう、じゃ、何歳まで、うん、あの発明に挑んでいくんですか?。いや、今はね、この健康状態が、ずっと続く限りは、死ぬまで。 100までなんとかやりますよ。いいですね。あの今、ここはテーマ通りで,ですね。その、ハウスダストチェッカーですとか、あの、生いた,たきのマシンとかあるんですけども。 ケース。c いハエのとかは。うん。あの。そうなんですよ。惜しいんですよね、惜しいんですよね。これこう。なんて説明したらいいんですかね。こう、水鉄砲みたいにトリガーがあって。はい。で、こう、開いてる状態のやつがパッと閉じるっていうか、両手を合わせてこう閉じたみたいになる。ハいタタってのはどっかにこうぶつけて。そうなんです。あの、潰さなきゃいけないんだけども。 こうパチッと挟めるみたいな。<laughs> マジックハンドみたいな感じですよね。そうです。ただ、遅いんですよね。遅いですよね。<laughs> ぬるいっすね。あの、なんか言葉を選ぶなら。そうなんですよ、ね。ハウスダストチェッカーに至ってはもう、なんかあの、小一の夏休みの <laughs> 研究みたいな感じなんですけど、でもあれですよね。<laughs> はい、あの、視点は素晴らしいんですよ。視点は素晴らしい。視点は本当に素晴らしいんですよね。で、紹介しきれなかったもので、もしもしテレフォンっていうものもお借りしてきたんですけど。AKA、はい、糸電話ですね。 そうですね。これ、まあ、ガチャポンの先と。すごいですね。これでこうやって喋るんです。お互い、耳を入れて。で、あの、電車の中で、あの、そっと話したい時に使うという。ただこれ、見られた時に恥ずかしく使えないという、難点がありまして。あの、うん。これちょっと現物見ていただかないとわかんないんですけども、あの、ガチャガチャのね。はい。あの、ケースをこう、まあ、無造作に削って、無造作カットみたいな。 <laughs> あの、今、ちょっと、ザラッとしてます <laughs>。断面が。なるほどね。で,ねでも、これずっと考えていくことで、<や>でも、どん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 、まだまだね、続いてこの、この、卵のね。え、辛ざとり。辛りみたいなのが、なんか、また出てきそうですよね。今、うん、あの、そんなもん、のを、取ってどうするんだシリーズのスプーンっていうのをいろいろ考えているそうで、あ<ー>その、ラザとか。それいくないですね。うんうん、あ、でも、うん、あの、あれでしょう、イチゴのヘタを。 取るとかああ、なるほど。ういうあいいですね。いいでねなんか周りの人から見たら、<ー>体も気にならない人は気にならない。じゃないですか。うん、だからそうやって、そんなね、スプーンを作ってどうするんだっていうシリーズって言われてるんですけど、うん、欲しい人から思ったら欲しい。まあそ、ね、っていう、そのごの下手とか。素晴らしい。ええ。あとはちょっと企業秘密なんで言えませんっていう。 <laughs> いいですね。いや、そのままもうなんか、挑み続けていただきたいですね。そうですね。うん、で、この辺はちょっと写真も多分ブログに。あ、後ほど。はい、いや、これぜひともあの写真チェックしてもらいたいなと思います。<laughs> まだまだ皆さんの挑んでいるメッセージをお待ちしております。さて先は PC 携帯の j w e サイト www.、www.j-wave.co.jp からラジペディアを選んで送ってください。またメールアドレス radio、radio.j-wave.co.jp までお願いします。では、挑み続けているということで、一曲、グルーヴセオリーでキープだから、関係の修復に挑もうと思います。 えー、挑め、CD ちゃんと買いましたよ。<laughs> やっぱ最高っすね。ごめんね、そんな時にね。<laughs> そ、そんな時にありがとうな。うん。でも、それがこう、挑むのに役立つんだったらいいね。関係の修復に、挑む前に、一回見直してね。自分の、何が、何がきっかけでそうなったのかをしっかり見直して、焦らず、あのー、行くことを。それがいいことだと思います。何にいいことなのかよくわかんないですけど、いいことだと思います。 続いては、ルーキーの。これは、918。私は、ランニングに挑んでます。そう言いながら、1年くらい前までは、1日か2日坊主だったのが、昨年から定期的に続けられるようになりました。冬は寒いけれど、走ると体が温まり、まし、<laughs> 温まりますしだと思います、これ。えー、体調も良くダイエットにも、ほぼ成功に向かっています。 そしたら自分を試したくて、東京マラソンに応募しましたが、一投目,目も、二投目も、落選でした。そこで今回は懲りずに他の小さなレースに出ようとしています。やはり人生目標を持って挑んで、そこで達成感を味わうとまた次の目標ができて、それが生きがいになっていくと思いますよね、と。あのー、東京では、こう、マラソンするってなると皇居の周りとかすごく流行ってるじゃないですか。 ま、皇居の周りとかでもいいんですけど、あのー、こういう走るのを長く続けるコツとして、あの、近め近めに目標を設定していくといいって言いますよね。とりあえずあの角も上がって、じゃあ次あの角も上がってみたいなのやっていくと、こう、長く走れる。だから、最初からなんか何キロ走ろうとか、10キロとか2キロとかやっちゃうと、どん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 きつくなっていくんで、短めのとこにこう、ポイント置いといて、それを何個も何個もこう、クリアしていくことで、結果、 長くなっていくっていうのが、あの、長続きするコツらしいんで、えー、それも一つ覚えておいてもらえると、さらに続けられるんじゃないかなと思います。だから、あの、東京マラソンに出る前に小さなレースに出るっていうのは、逆に、あの、いいんじゃないかなと思います。続いて、初段。第四の術。今夜のテーマ、挑んでますかですが、自分は高校生活で3年間、挑み続けたことがあります。それは、授業中にバレないように寝ることです。<laughs> 出たな、だらしない降参シリーズ。<laughs> この、この番組にメール送ってくる高山、ちょっとそういうの多いね。<laughs> どうやってサボるかみたいな。3月に卒業しますが、通っている学校が、刑務所って言われてるくらい厳しいです。<laughs> だから、授業中寝てたら確実に怒られます。あの、どの学校でも怒られると思います、これは。けど自分は絶対に眠くなってしまい、寝ます。けど普通に寝ると怒られるので、バレないように寝るんです。 けど、大体バレて怒られてました。挙句く先生たちには目をつけられ、クラスでは一番寝てるやつという肩書きをつけられました。こんな挑戦どうですかねって。うん。よかないよね。<laughs> よかないけど、刑務所って言われてるくらい厳しいってやばいですね。うん。この表現最初に言ったやつがやばいね。知ってるのっていう話ですもんね。えー、でもちょ,ちょっとあのー、 ポジティブに挑んでる高さんの話も聞いてみたいので、そっちの方のメールも募集、まだまだ募集したいと思います。それではここでこちらのコーナー行ってみましょう。タイトルコールお願いします。お願い2曲続けてお今日のタイトルコールは、昨晩は雪がたくさん降りましたね。ということで、冬のジョーこと、広瀬幸美さん。<laughs> にお願いします。な、なにドヤ顔。すぐるのドヤ顔入りました、今。撮ってきました、自分みたいな。ちょっともう一回聞いてみましょう。もう一回聞いてみましょう。お願い、二曲続けて。ちょっとあの、フロー違いますね。二曲続けて。<laughs> 続けてよかったんですけども。えー、広瀬さん、なんと、2月26日の土曜日。えー、週間後ぐらい。来週再来週。 ウィンターツアー2011、コー別邸、あの、広瀬香ーさんのコーに別邸、あの、別の邸宅と書いて別邸というツアーで、絶不福岡でライブを行います。詳しい情報は、広瀬香ーさんのホームページをチェックしてみてくださいね。うん。この情報とは引き換え、引き換え条件だな。な <laughs> ん <laughs> <laughs> だったんだ、さっきのドヤ顔は。<laughs> すっげえドヤ顔したし、なんかこの、コメント持ってくる時もなんかちょっとね、ニヤニヤしてた。すぐる もっとそう、そういうのバレないように挑んでかなきゃダメだよ、もっとね。はい、このコーナーは数々の、でも広瀬さんありがとうございます。えー、ありがとうございました。あの2月26日のライブぜひとも行ける人は行ってみてください。このコーナーは数々の名曲とその元ネタを2曲続けて聞いてみるという音楽コーナーでございます。えっ、ー、とですね、あのー、スペースシャワー TV さん。あのー、iTunes カードくれるんですよ。なんかこう3曲フリーで、あのー、ダウンロードできる。 それをあの、いただきまして、それでちょっとダウンロードしてみようと思って、このコーナーに役立てようと思って、ネタになってるの探したら、パッと出てきた曲をちょっと今日は紹介してみたいんですけども、えあの、シンプリーレッドという人の、ホールディングバックティーアーズって曲がありまして、僕あの、シンプリーレッド、名前は知ってるんですけど、全然、そういうの手の音楽、なんていう、まあロ、ロックロックうーん、そう、うーん、うーん。 <laughs> うなずき合う俺とスーみたいな。<laughs> まあ、ロックあの。まあ、うん。あんま聞かない感じなんですが、ヒップホップのネタだと聞けたっていう。あの、うん、まあそのシンプルレッドトの、えー、ホールディンバックティアーズ。それからそれをあの、サンプリングしてるブランドヌービアンっていうグループのホールドーンっていう曲がありまして。あの、ブランドヌービアンのホールドーンをまず聞いたんですよ。とってもいい曲だなと。 で、いざそのネタを知ってみたら、えこれサビの歌までネタじゃーんみたいな。全体的にもう全部ネタじゃーんこれ、これでいいんだヒップホップすげーと思った、あのー、サンプリングの一つです。なので皆さんにもぜひその気持ちを味わってもらえたら嬉しいなということで、じゃあまずブランドヌビアンのホールドン聴いてもらって、それからそのネタのシンプリレッド、ホールディングバック DES、これを合わせて聴いてもらいたいと思います。それでは2曲続けてどうぞ